皆さん、10月も台風に注意をしましょう。さて、今年の台風の発生数どうだったのか、まず振り返っていきたいと思います。こちらの緑色のが平年の台風の発生数。この赤色のところが実際に今年発生した台風の数です。これ見ていただくと、今年の9月は台風の発生数が2個と、観測が始まって以来最も少ない発生数となったんです。 ただ、ここから、もう10月に突入したわけですが、まだまだ台風に注意が必要です。というのも、こちら。こちらは現時点での海面水温の状況です。えー、オレンジ色や赤色など、えー、海面水温が26度以上のところが日本の南の海上、そしてフィリピンの東の海上、こういったところに広がっていますよね。 台風の発生する一つの原因でもあるこの海面水温が高い状況がまだまだ続いていますから、いつ台風が発生してもおかしくないような状況なんです。実際に台風が10月発生する数というのを見てみると3.4個、そのうち1.7個が接近し0.3個が上陸するということで、まだ10月も 台風に対策をしていただきたい季節であるのは実際そういうことなんですね。実は過去にこの10月の台風で大きな影響をもたらしたことがありました。それが令和元年東日本台風です。皆さんも記憶にまだ新しいのではないでしょうか。さあ、この大きな影響をもたらした台風19号、南鳥島近海で発生し、一時的には大型で猛烈な勢力にまで発達しました。 その後、伊豆半島に上陸し、関東地方を通過して、日本の東の海上へ抜けました。ただ、この台風は、接近する前ぐらいから、大雨をもたらしたんです。というのも、秋台風の特徴の一つでもある、秋雨前線も発生していたこともあり、湿った空気が入り込み、総雨量が多くなったんです。では、どれぐらいの雨量となったんでしょうか こちら、降り始めから降り終わりまでの降水量は、神奈川県の箱根町でなんと1000ミリを超えるようなところもありました。えー、近畿地方から東北地方、広い範囲で大雨となりまして、各地で土砂災害や、そして河川の氾濫など、大きな被害をもたらしました。ということで、こういった10月の台風も、引き続き警戒が必要です。皆さん、今一度、避難場所や避難経路の確認。 そして、非常用品の確認などをして、しっかりと台風への備えをしておくようにしましょう。